なんで政治家が呼ばれると思われますか山岡大臣、まああのー。実際にですね、えー、その YouTube というのは私も見ておりませんけれどもお、何度も申し上げておりますが、私はどこの会に行っても大体似たようなことを言ってるんです。まあ、あの自分のうちが歴史小説家のうちですからですね、えー、ですから、えー、もうこういうね、この過去のお成功の、 お歴史を踏まえて、えー、みんなあ、頑張ってくださいというところで、えー、あっちこっちで、えー、やってるわけで、まあ、率直に言って、あっちこっちっていうのは、あれですよネ。ネットワークでという意味じゃありませんよ。いろんな場所、いろんな局面で、講演をしたり、えー、応援演説をしたり、もうお、それはもうしょっちゅうやってるわけでですね、えー、このお、頼まれればですね、 ど,どういうところでもおこのお、やっているわけで、えー、そこもですね、そのお一個人の皆様たちの集まりだというからいったんであって、ですね私は会社の行事だとか、あるいはそういう宣伝だとか、そういうことであるなら、決して行くことはあのなかったと思います山本かえさん大臣、ユーチューブの映像、いつでも見れますから、ぜひご自身も見てください見てください。 政治家が講演会で話をすると、会員がこの会社はまともだと信用しやすい。こういう利点があるそうなんです。早い話、山岡大臣は、マル情報ネットワークビジネス、お先ぼを担がされた。というか、あの映像を見る限りですね、積極的に加担していたと、言わざるを得ません。 献金をめぐる問題もありますが、私はこのこと一つとっても消費者問題担当大臣として不適格であると、申し上げざるを得ないとおして、次の、せっかく厚生労働大臣、厚生労働副大臣来ていただいてますので、がらりとテーマを変えて質問させていただきますが、あのですね、えー、生食用牛肉の新基準の話なんですけれども、 あの焼肉酒か恵比寿の集団食中毒事件を受けまして、えー、新基準というものが導入をされました。この新基準導入後にユッケが焼肉店から消えたことから、消費者からは、まあ、ユッケが食べたいという声が今も根強くあるわけですね。で、他方業者の方から厳しすぎるという声が上がっているわけです。新基準では、まあ、あの肉の表面から1センチ以上を60度で2分間こうボイル以上、 加熱するか、それと同等の方法で加熱殺菌することを義務づけていますが、それと同等の方法というのは、他には何があるんでしょうか<上>辻副大臣。この度の生殖養殖肉に関する適格基準は、国民の健康の保護を図る観点から、国立医薬品・食品衛生研究所におけるデータに基づいて作成された厚生労働省に対する審議会等の 厚生労働省に対する審議会等の専門家の意見を踏まえまして、食品衛生法に基づく規制として策定し、10月1日から適用しているものでございます、このうち加熱殺菌に関する規定は、腸管出血性大腸菌による食中毒は、1人当たり最低2個の菌の摂取で食中毒が発症した事例が報告されていること、今回実施した試験で肉塊の表面から1センチの部分から菌が検出されたため、 食中毒防止には、この部分までを摂取60度で2分間加熱する必要があったことなどを踏まえ、生殖用食肉の安全性を確保する方法として、科学的根拠に基づき定めたものでございます。他の加熱殺菌による方法につきましても、科学的妥当性のあるものは認めてさせかえないことから、同等以上の殺菌効果を有する方法の規定を設けたものでございます山本かなえさん。 えと、すみません、そこで、ですね、それと同等の方法っていうところなんですね、一番の肝は、で、そこでですね、今のこの60度や2分間ボイルスって、もう極めてですね、まあロスがお多いわけです、で、そこで提案なんですが、表面1センチを以上切り取って、ですね、その部分はまあ、生で食べないと、まあいや、例えば焼き肉用にするという形にして、それ以外をまあ生で食べるように、えー、使うと。 これだとロスがないわけですね。で、これを今おっしゃったですね、同等の方,方法として位置づけられれば、まあ、消費者として安全性も確保された上に、まあ、ロスがないということで提供できると思うんです。消費者にとっても業者にとってもいいという方法だと思うんですが、これ認めていただくことはできないんでしょうか。委員長。辻副大臣。 ご指摘のように、関連の業界の皆様方からのご要望もいただいているところでございますが、先ほど申しましたように、現在、規格基準で示している加熱殺菌の方法は、規格基準の設定にあたり、実施した試験で生殖用食肉の安全性確保に有効であることが確認されたものでございます。同時に、他の加熱殺菌方法についても、科学的に妥当性が認められれば、 規格基準を満たしししててていいいるるとととと判断していくこととしているところでございますご指摘の方法につきましては、すでに関係業界団体からご要望としていただいているところでございまして、現在、その妥当性の確認のための相談、協議に応じ,応じさせていただいているところでございます。今後、現在の企画基準で示している方法と、同等以上の効果が確認できた加熱殺菌方法につきましては、 妥当なものとしてを認め、妥当なものとして認め、公表していきたいと考えております。はい、ます山本さん、はい